おはようございます。ランチャンネルです。こちらのチャンネルでは音響照明映像機材などを取り上げています。興味のある方はぜひチャンネル登録や下のベルマークの方もチェックをよろしくお願いします。さて今回はですね、このチャンネルをご覧いただいている方より、メールが来まして、まあ、その方はトランペットを演奏されている方ということなんですけれども、まあ、卓録をするときにどういうマイクがいいのかっていうふうな、ご質問をいただきました。でその方は、まあ、教会などで吹いていらっしゃったということで、まあ、最近ではですね、まあ、その卓録だったりとか音楽活動をですね、まあ、再開をしてみようかなということで、その時の卓録で使えるマイクっていうのを探していらっしゃるということでした。まあ、演奏されるジャンルっていうのが、クラシックとかオールディーズとかっていうのを、演奏されているということで、と広い場所でも、撮ってみたいなというふうな、ご希望もあるということです。でいつもは、ヤマハのサイレントブラスというですね、そのサイレンサーにマイク内蔵がされている、ものだそうなんですけども、まあ、それを使って、iPhone などで録音をされているということで、基本的に MTR を使われて、将来的には電子ピアノとの、まあ、ミックスをしたりとかっていうことまで、されたいということで、まあ、特にパソコンでどうのっていうのは、ないみたいですね。で、まあ、現在ですね、まあ、いろいろなマイクを、検討されているということで、まあ、その中の一つに、まあ、例えば、まあ、57とかもありますし、あとアストンっていうメーカーの、スピリットっていうマイクとかですね、そういったのもご検討されているということでした。そこで今回はこちらのランチャンネルでも何回か出てきたんですけれども、北九州市にある森常未来ホールというホールのその上にあるレコーディングスタジオがありまして、そちらのベルキーレコーディングスタジオのエンジニアの松本さんですね、そちらと、あとは今回トランペットの奏者の方はちょっと見つからなかったんですけれども、トロンボーンを演奏される浅山さとみさん、こちらのご協力をいただきまして、何種類かのマイクを実際にトロンボーンレコーディングしてみて、でそれの音質を聞き比べて、あとそれぞれですね、まあ、浅山さんと松本さんと、あと私、あともう一方スタジオの方もいらっしゃったんですけども、まあ、そちらの方だったりとかの、まあ、意見をですねそれぞれ出し合ってみて、マイク実際何がいいかとか、あとまあどういったで卓録していったらいいのかっていうところを少し話してみましたので、今回はですねそのような形でちょっと外に出て撮影をしてきました。でちょっと動画として長くなったので2本に分けてますので、まあ、前編の今回の方では、今回レコーディングで使った、まあ、まずマイクのそれぞれのちょっと特徴だったり説明とかっていうのを少し簡単にして、それからレコーディングの様子で実際にレコーディングした音を聞いていただくところまで今回前編の方でお聞きいただこうかなと思います。やっぱり音質っていうのはですね、まあ、それぞれまあやっぱり好きな音とかっていうのがあるので、まあ、いろんな面白い意見が出たりしてますので、まあ、今回結構ですね私的にも結構なんか勉強になったなっていうところがあるので、とても面白い撮影になりました。そして後編の方では、まあそれをレコーディングした音を聞いた上でですね、浅山さん、それから松本さん、そして私だったりとかの意見をディスカッションした動画を後半にお届けしようかなと思ってますので、前編見て、あと後編見ていただければなと思います。それではまず、今回使用したマイクっていうのを簡単に説明していこうと思います。今回使用したマイクは、シュアの SM5%、はもう何というか今までも何回も取り上げられてまして、あんまり説明する必要もないと思うんですけども、まあ、PA とか、まあ、レコーディングの何というか、基本になるような、マイクなので、もう本当に一家に一本あってもいいぐらい、定番中の定番のマイク、まずはこちらを使ってます。そして2本目は、同じくシュアの SM57 ですね。こちらも、まあ、動画でも今まで出たことはあるんですけれども、スペック的にもほとんど 5% と一緒のような感じなんですけれども、まあ、やっぱりカプセルとか形の違いとかで、まあ、やっぱり若干違いは出てきてますので、2本目のマイクとしてこちらの SM57 を使いました。でちなみにこのシュアの 5% と57に関してはですね、まあ、例えば他のマイクのスペック表なんかを見ると、最大 SPL、これは最大音圧、まあ、どれくらいの音圧まで耐えれるかという、表示なんですけれども、
まあ他のマイク130とかですね、140とか書いてあったりとか、まあ、120だったりとか、まあ、いろいろ値は書いてあるんですけども、この手話の 5% と 5.7 に関してはですね、メーカーのホームページなんかを見てもその最大 SPL っていうのがちょっと実は書いてなくて、まあ、実はこれかなりの大音量にも、まあ耐えれるマイクなので無限とは言わないですけども、まあかなりのもうスペックに書いても意味がないぐらいの音圧に耐えれる、マイクになってるんじゃないかなと思います。そして、もう一つダイナミックマイクは、ゼンハイザーの MD421、まあ、クジラマイクと呼ばれるマイクなんですけれども、まあ、こちらよくですね、まあ、まあ管楽器とかも使われてますし、あとドラムのあのタムだったりとか、そういったところでも結構使われるマイクですね。まあ、こちら最大 SPL143dB と書いてまして、かなりこれ音圧耐えれるマイクになってます。まあ、ゼンハイザーのまあその音響で使うマイクとしてはかなり有名なマイクなので、 PA 業界、まあ、レコーディング業界の方はもうほとんど知ってるマイクじゃないかなと思います。そしてあとコンデンサーマイクを何種類か使ってるんですけども、まず一つ目が C414、こちらは、まあ、メーカーは赤毛なんですけども、今現在は、C414B の XLS というのと、C414B の XL2 というのが、販売されてるんですけども、今回使用したのは、まあ、モデルチェンジする前の、バージョンで C414BULS の、バージョンだったと思います。新しい分は、例えば指向性の切り替えスイッチとかが電子ボタン式になってるんですけども、カチカチっとするスイッチ式になってる分ですね。そしてあと2本は、まあ、同じメーカーの、マイクで、でご質問いただいた方からも、まあ、こういうマイクを考えているということで書いてあったんですけれども、アストンという、メーカーで、このアストンというメーカーは、何年前かな、結構新しいメーカーだそうで、イギリスのメーカーとなってるんですけども、まあ、こちらから出ているアストンオリジンという分とスピリットという種類のマイクですね。こちらの2本を使ってます。アストンのオリジンという方は単一指向性ですね。はい。で周波数特性が 20Hz から 20kHz となってまして、最大 SPL っていうのが 127dB となってます。そしてあともう一つのアストンスピリットというやつですね、こちらは指向性が変えられるマイクになってまして、まあ、無指向性と単一指向性、総指向性、この3つに変えられるようになってます。周波数特性は 20Hz から 20kHz で、最大 SPL は 138dB となってます。なので、まあ、オリジンよりちょっと最大 SPL が大きいかなという感じですね。はい。まあ、見た目はかなり似ていますけども、まあ後で映像にも出てきますけども、まあ、短いか長いかという、違いがあります。こちらの6種類のマイクを使いまして、まあ、オンマイクだいたいこれくらいの距離なんで、まあ、15センチくらいですかねの距離と、あとオフマイク気味のだいたい1メートルくらいの距離にマイクを置いた6種類のマイクの、まあ、オンマイクとオフマイクの状態で、それぞれレコーディングをしてみましたので、まずそのレコーディングの様子から、まあ、続いて、実際にレコーディングした音のところまで、ね、この後ご覧いただければなと思います。それではご覧ください。では今日は、ベルキーレコーディングスタジオにお邪魔して、エンジニアの松本さんにオペをしていただきながら、はい、いろんなマイクを聞き比べてレコーディングしていこうと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今日、トロンボーンを演奏していただくゲストの方を紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、こちらトロンボーンを演奏していただくのは FM 北九のパーソナリティとか、あとイベントの MC なんかをされている浅山さとみさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと今日何本かマイクを変えながら、録音をしていくので結構大変だと思うんですけども、はい、ちょっと長丁場になりますけど、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、教会って何かそのありましたっけ、その演奏することって結構あるんですか。はい、教会で管楽器とかでしょ。ああ、結構あるんですね。ありますね。トロンボーンとかもともと教会で使われていた楽器なんです。もう本当最初の頃、できた頃ですね。神聖な楽器やった。
知らんかった。とりあえずゴッパーっていう。ゴッパーは多分一番いいと思いますけどね。癖ないけど、ね、これはおすすめですね。だけそれはそっちの方がスピリット。スピリット。はい。カムでちょっと前までこの曲流れよったんです。ギリギリでパブリックドメイン。ギリギリで。入れずにの指向性、はい、うん、派手派手な音がします。あ、音もね、うん、見かけも派手だけど、そうそうそう、はい、じゃあ回してみますね。お願いします。あとラストです。あと一本マイク変えます。はい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。
まあ、まずは、レコーディングした音というのを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱり6本のマイクそれぞれにですね、まあ、いろんな特色があったんじゃないかなと思います。でもう1本の、後半の動画では、まあ、こちらの、まあ、レコーディングした音質を、みんなで聞いてみて、で、まあ、実際に、まあ、聞いた印象はどんな感じだったかっていうふうなところを話し合っていますので、まあ、演奏される立場、レコーディングエンジニアの立場というところから、まあ、いろんな意見が出て結構面白かったので、ぜひ引き続き後半の動画もお楽しみください。